その仕掛けで釣れ、あ、その仕掛けが。あれがあった。一個下につけて、一個上にするかな。あんま遠くに投げるとあれだから。まずはちょい投げて。本当、顔尻浮くぐらいなのが欲しいね。お、そうだ。お、ついてるっぽいな。ついてる、ついてる。お、いい手応えだ。
サイズでこの重さか。おかしいな。まあでもいいよね。このサイズはいいよね。いいじゃん、いいじゃん。そうなんだ。まあね。あー、やっぱりチビちゃん。ちょ、その立てかけ方やめろ。顔ダメになるね。これならまあ唐揚げでうまいしようと思って。あー、いいっすね。そう、骨も食えるし。うん、曲がれ、砂がれが多いですね。黒頭はね、一匹だけ息子釣りましたね。あぶねあぶね。ほっ、そこらへん、うん、おっ、こっちだ。おおおおおお、あ、合わしちゃった、合わしちゃった。あ、ついてないわ。ごめん。なんか今ね、今ね、反射的にいっちゃった。絶対今のがやらかしたわ。さあ、外すの誰が次俺に続くのか。お、いい暴れだ。お、いいね。乗った。そこ早巻きな、寝掛かりすったら落ちなよ。あー、よし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 。うん、砂だね、砂。あー、唐揚げだね。もう唐揚げだらけだ。ついてんじゃないそれ。ついてるっぽいな。早巻き。あー、2匹だ。曲がれと曲がれ。じゃあ。はい。あ、あれ、お知り合い。いや、今ちょっと声かけやすい。ありがとうございます。どうですか。なんかね、ちっちゃいガレばっかりなんですよね。めっちゃピンポイントですよ、釣れるで。ちょっとずれたら全然超過落ちる。でも釣れるポイントで50マイルとかですよ。うーん、とね、わけわかんないですよ。うん、老けた。お、結構老けてんじゃない。あ、でもそっちうねりあるからな。おにゃまでだよ、お前。どう、まともサイズ来た。おお、黒だー、やったー。これはいいサイズだね。今日僕、ちっちゃいのしか釣ってなくて。すごい、わかる。やっと釣れた。場所わかったわ。黒は勝った。おじいちゃんの顔で。ん？そう、おじいちゃんさん。必ずね、一番釣れてるサワーかな。このサイズから35ちょいぐらいまでがなんか一番うまいと。そうですね、うん、あんまりでかくてもね、うん、ちょっとボケる。そうそうそう。黒ガレー、わかん、俺ね、黒頭と黒ガレーの違いがね、パパわかんない。あれ、なんか選手出してんな。オスだ。え、もしかしてさ、この辺の黒頭ってさ、今産卵期なの？はい。お？黒頭か？あれ？え、ついてますよね。うん。あ、砂？砂。うん。砂。そう、で、砂がれの時って、はい、自分の予想より重く感じるんですよね。重たいですね。形かな。横浜のついた。だからかな。そう。めっちゃ尻尾立てるんじゃないですか。ガッと。あ、そうなのかな。黒頭を見るとやっぱちょっとやる気出てくるよね。あ、黒頭ポイント投げる。
おお、いいサイズじゃん。うん、しかもお腹綺麗だね。エビちゃんついてないんじゃない。うん、何なんですかね。刺身サイズ。ああ、これ刺身いいかもね。刺身だね。引き直すか。ちっちゃ。しかも黒頭だ。パパが釣る黒頭はこれだ。手のひらにもなってないぞ。ちあ、こっちもなんかついてそうな。ありちゃん、この言葉の間、うん、ちょっとちっちゃいのついてんな、こっちは。お、ついにろうそくボッケが来ました。こいつか、ちっちゃいよな。やった？重い？重い？おう、おう、曲がれだ。うん、まともサイズ。まともサイズ。